グレートウェスタン鉄道2301系蒸気機関車、またはディーン貨物型は、イギリスのグレートウェスタン鉄道が製造した、テンダー式蒸気機関車の1形式であり、GWR での客貨療養のためのディーンの標準、0から6から0機関車だった。車輪配置0から6から0。これらの貨物機関車を260両製造した。2301型は、 内部フレームのみを持つという以前の GWR の伝統を破った。製造されていた間に、ボイラーの設計に変更が加え加熱器を備えていた。最初の20代の機関車は当初、ドーム型ではなく、アウトサイドフレームを備えていたが、いずれもドーム型ボイラーを備え、インサイドフレームで製造された。 番号は2301から2360及び2381から2580だった。スー・インドン工場は、ウィリアム・リーンの設計に合わせて、1883年から1899年の間に、ウォルバー・ハンプトンで合計280両が建造され、番号は2301から2580で、最初のクラスは1907年に廃車された。 20両の機関車がバーミンガム地域で働くために2から6からに T エンジンとして再建された。これらは3900クラスとして知られており、1930年から1934年の間にすべて廃車された。本形式の機関車の中には、両方の世界大戦で海外に輸出された珍しい経歴を持つものがある。第二次世界大戦中に教室された108両の 機関車のうち32両は、かつて第一次世界大戦中にも供出され、その32両の中で24両は再び海外に送られた。最初の廃車は1928年10月に GWR によって行われ、ヘレフォード機関区から2365号が廃車された。第一次世界大戦中の1917年、62両の機関車が イギリス軍鉄道事業部に引き継がれ、フランスに送られた。これらの機関車のうち46両は1919 19年初夏にイギリスに返還されたが、残りの16両は1918年の初めにサロニカに送られた。2308号と5422号の2両はオスマン鉄道に売却され、110号と111号に改版された。 111は1929年9月に運行を、退いたが、110は1950年代まで使用された。サロニカに残っていた14両の機関車のうち5両は廃棄扱いとなり、残りの9両は1921年4月にイギリスに戻った。第二次世界大戦が勃発すると、陸軍省は GWR から本形式の100両を接収し、 GWR は廃車となったばかりの機関車数台を急遽復旧しなければならなかった。要求された機関車にはウェスティングハウス製のブレーキが取り付けられ、重量にはパニアタンクと凝縮ギアが取り付けられた。教室車はすべて黒く塗装され、陸軍省による番号が記された。1940年12月、陸軍省はさらに8両の機関車を要求した。 ドイツのフランス侵攻時には、接種された本形式のうち79両がフランスに移出されていた。一部の機関車はダンケルクへの撤退で破壊され、残りはドイツ占領軍によってフランスの鉄道で使用された。戦後、22両から26両の機関車が連合国救済復興機関の支援の下で中国に送られた。30両は英国に返還されたが、 役に立たないとみなされ、廃車となった。ナンバー2435は、シレジアで、続いて1948年までオーストリアで、使用された。1952年に、オーストリアに返還されるまで、ロシアが保有した。ナンバー2419及び2526の2台も、同様だった。残りの機関車は廃棄されたと想定されている。 イギリスに残った機関車の大半は国内の陸軍省と兵器基地で稼働したが1943年に6両がチュニジアに輸送されそこからイタリアに輸送された1948年に54両の機関車がイギリス国鉄に引き継がれ軸重が軽いことから主にウェールズの支線で使用された1955年までに4両だけが使用残っていた 1955年4月に、レディング機関区から2474号が、1955年7月に、ブレコン機関区から2513号、1956年5月に、オスウエストリー機関区から2516号、1957年5月に、オスウエストリー機関区から2538廃車、され、新しいイギリス国鉄に経営2の6の0。 蒸気機関車に置き換えられた。1897年にスーインドンで製造され、1913年にはベルペアボイラーが、1935年には加熱器が取り付けられた2516号は唯一保存された。オスウエストリーに拠点を置き、ブレコン、スランイドロイス、そして簡単にレディングでも見かけた。 1956年に廃車された時、イギリス国鉄ではなく、GWR のレタリングを持っていた。ありがとうございます。